本件におきまして、本日新たに第217例目から224例目の新型コロナウイルス感染症患者8名が発生いたしました。私の方からは、このうち七尾市の飲食店での感染者の発生7件につきまして発表させていただきます。この7件の事案は、昨日発表いたしました山口市内の飲食店における来客者等に感染が拡大したものです。このケースは5名以上の拡大の規模となる感染者集団であること、また二次感染の拡大も認められることから、厚生労働省と協議の上、飲食店におけるクラスターが発生したものと認められます。患者の概要につきましては、先ほど担当課長より説明をしていますので、詳細につきましては活用させていただきます。昨日から本日にかけまして、検査を実施いたしましたのは、陽性患者7名にかかる濃厚接触者など93名です。で、このうち現時点で1名の陽性が確認されたところで、あります。引き続き検査を継続しているところです。ここで私の方から県民の皆様にお願いがございます。山口環境保健所におきまして、来客者につきまして調査を実施しているところですけれども、このお店、10月27日火曜日のにですね、来店されたお客様のうち、2名の方が連絡先が不明となっております。現在、所在を探しているところです。そうした状況を踏まえまして、この度お店の方からも、店名の公表につきまして、ご了解をいただいて、公表させていただくこととしました。店名は山口市湯田の温泉街にあります、バー新世界です。10月27日にですね、こちらのお店をご利用された、来店された2名の方で、心当たりのある方は、ぜひ検査を受けていただきたいと思いますので、山口環境保健所までご連絡をいただきますように、よろしくお願いいたします。そして、今回の事案が、県内外から多くの方が宿泊されている湯田温泉地域での感染者の発生であることから、不安を感じられておられる方もおられると思います。この事例は、この施設における感染防止対策が不十分であることから、感染が広がったものでありまして、また、感染者が他の飲食店を利用していないことから、現時点でこの地域への感染の拡大はありません。これまで通り、感染対策に留意をしながら、安心して飲食店での飲食を楽しんでいただきますように、よろしくお願いいたします。なお、重ねてのお願いになりますけれども、飲食店をはじめとする事業者の皆様においては、つきましては、市長や関係団体を通じてお願いをしております、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン、これを再度徹底をしていただきたいと思います。県民の皆様には、特に飲食店での会食等に注意をして、3密を避けるなど、新しい生活様式をさらに徹底をしていただきますように、重ねてよろしくお願い申し上げます。それから、うん、もうちょっとこれ、はい、うん、そうですね、はい、大丈夫ですかね、うん、県におきまして、これまあ従来からですけれども、新型コロナ感染症対策に取り組む飲食店、これをですね、ウェブサイト、また店頭掲示ポスターで広く紹介をします、取り組み宣言飲食店応援制度を行っています。まあ、こうしたですね、宣言店ということで、どうした取り組みをしているかということをポスターにして、それぞれお店でも掲示をしていますし、また県のホームページでも紹介をしております。ぜひですね、県民の皆様には、こうしたサイト等を参考に、飲食店を選択、利用して、店舗との協力のもとに、感染症対策を行っていただきますように、改めてお願いを申し上げます。そして終わりになりますけれども、現在、全国的にも感染拡大しつつあります。これもありますけどね、第1波、第2波ときて、まあ、今、第3波と言ってはおりませんが、傾向とすればですね、10月に入ってからまた感染が
少しこう全国的に増えてきているという状況が見られます。東京圏以外のですね、エリアにおいて感染が増えているというところがですね、いろんなところで今出てきているところです。全国的にもこうして感染拡大している状況にありますので、いわゆる第3波の可能性が広がりつつあります。ぜひですね、今後本格的な冬場を迎えるにあたりまして、さらなる流行も懸念されるところでありますので、県民の皆様におかれましては、より一層感染の拡大防止に向けた日頃からのマスクの着用ですとか、感染防止対策の徹底を改めてお願いを申し上げたいと思います。私からは以上です。新聞記者から先ほどお話の中で93人の方の検査をされて1人陽性が分かったというお話がありました。この93人の方の内訳というんでしょうか、来客の方が何人、こう知人とか家族関係が何人、これは濃厚接触者なので来客者じゃなくて、そのお店に行って感染が分かった人の例えば職場とかそういうところの接触者ということになります。でいいですか。はい、この93人につきましては、初発となったの216例目のお店の関係者と、ここから陽性になった方の濃厚接触者等を踏まえて、計算、計測しているのが対象者となっております。店関係の方が何人、それ以外が何人というのが出ますか。職場関係も全て含んでおりますので、お店関係につきましては、先ほど、させていただいた人数32人ですね。61がそれ以外の方たちとの接触があった方、わかりました。先ほど知事のお話の中で、このお店以外のお店にですね、感染が波及して広がっている可能性は低いではないという、そういう話があったと思うんですけれども、いずれにしましても、せっかくGoTo Eat、国の GoTo Eat とかですね、山口県にいろいろ飲食店のお客さんを呼び込むような施策をやっている中で、こうして山口県を代表する温泉街で、こういう飲食店で、こういうクラスターが発生したときについて、どのような施策でいらっしゃいますか。そうですね、こうした事例が発生したことは大変残念なことだと思いますし、ぜひですね、感染防止対策、お店の方もですね、それから利用される方々もぜひ徹底してですね、いただきたいと、改めてお願いをしたいと思います。やっぱりその安心してですね、利用できる環境をみんなが意識して整えていくことで、初めてですね、安心してこの地域で楽しめるということが培われていくと思いますので、そうした努力を改めてですね、それぞれの皆さんにお願いしたいと思います。で、その流が、来て、いわゆるクラスターが、感染が広がったときに、お客さんが湯田地区の飲食店のお客さんがガクッと減ったということがあって、それもまだ完全に回復しきれてない状況での発生でしたけれども、今回のこのクラスターの発生が、その湯田地区の飲食店に与える影響はどのようになりそうかというのを、今のところ、見通しをいただいて。先ほど申しましたように、ここでお店を利用され、お店自体がですね、マスクがなされていなかったりですね、近く、マスクのない状態で、会話をしたりということがですね、行われたという聞いてますし、換気も十分にされていなかったというふうに聞いておりますので、そうしたことが要因だというふうに思っています。で、多くのお店においてですね、さまざまな対策が講じられておりますし、今回分かっているのは、この感染自体はですね、使われている方も別のお店に行っているとかですね、いうことはないということを確認をしていますので、今回のこのケースがですね、このエリアでどんどんそれで感染が広がっていくという状況ではないだろうというふうに我々は見ておりますので、これによってですね、何か湯田地域がこの感染においてですね、何かリスクがあるとか、そうしたことではないというふうに理解してますので、そこは今申し上げた通りでありますから、改めてそこの部分はですね、皆さんにも引き続き、お店の側にも利用される側にも、これまでもいろんな気をつけていただいておりますけれども、気をつけていただきながら、ぜひ安心して楽しんでいただきたいと思います。
ですね、高橋です。まあ、関連する部分ではあるんですけど、これまでに湯田地区でですね、感染者が確認された場合、たびたび湯田からお客さんが引いてしまうような現象があるというふうに私も聞いたことがあるんですけど、まあ、今回その風評被害というか、ここら辺の懸念については知事としてはどういうふうに行動してほしいか改めて呼びかけて。そうですね、今回の感染自体がですね、この湯田の他のお店とかですね、このエリアに広がるというような状況ではないだろうと、これは個別にお店を利用した方のですね、行動歴等も把握をして、そうしたふうに我々は認識をしています。ですのでですね、今回の件で湯田が何か感染、このコロナの関係でですね、リスクが高いというふうにですね、思ってはいただきたくないなと思いますし、お店の方でもですね、これまでもさまざま対策、多くのお店が努力して取り組んでいただいておりますので、引き続きですね、そうした取り組みをさらに行っていただいてですね、またご利用される方もですね、ぜひ常に感染、まあ、これは湯田に限らずどこに行ってもそうですけれども、感染のリスクについてはですね、特に留意をしながら、そうした中で、楽しい飲食は楽しんでいただきたいというふうに思います。取れました。ありがとうございます。私ちょっと確認なんですけど、先ほどの事前の説明ですと、このバーに27日に今回から訪れた方、ちょっと体調を崩されていたと発熱していたという話で、この方の行動履歴、他の店に行ったかどうかというのはまだ調査中ということなんですけど、これは油断に他に広がらないというふうに今の段階で言い切れるという話なんでしょうか。先ほど言いました27日に来られた大阪の方も含めてですね、他の27日に来られた方も含めて顧客の行動についてはですね、把握できております。把握できて、はい、おります。他のお店のですね、影響はございません。あ、そうです。はい、ただ2名の方については当日感染を受けた可能性があるので、念のために検査を受けてほしいと呼びかけをしているところ。思い出なんですけど、今回そのバーの方がですね、店主の方、ちょっと感染対策が不十分だったというところですけども、懸念を公表に協力しているということで、こういうふうな、なんていうんですか、感染した方とかですね、感染が起きた店に対してですね、例えばそういうふうな高く風潮とかが生まれると、なかなか協力してしづらい雰囲気みたいなのが生まれるかなと思うんですけど、そういった点についてはどういうふうに思いますか。そうですね、ぜひ県民の皆様にも冷静なですね、対応をお願いしたいと思いますし、いろんな誹謗中傷とかがないように、これはぜひお願いしたいというふうに思います。今回お店の方でもですね、感染が広がることはあってはいけないという、その趣旨に、ご理解いただいてですね、店名の公表についてもご理解ご協力をいただきましたので、ぜひですね、ぜひ県民の皆様には重ねてでありますけれども、冷静な受け止めとですね、対応をお願いしたいと思います。今回のお店はですね、窓がなくてなかなか換気をするのが難しい構造の店舗だったというふうに先ほどご説明があったんですけれども、そういうところでは換気はどうしても難しいと、そもそも換気扇をつけるか何かできるのかもしれないですけど、難しいと思うんですけど、そういうところはどのように対応しながらですね、営業を続けたり、お客さんに行ったりしたら、出入り口を開けたり一定期間ですね、そういったことはあるんだろうと思いますが、これ何かそういうお店での対策の仕方っていうのはありますか。知事もおっしゃられましたようにですね、窓があればより自然体に風が入りますが、そういうところはドアを開ける時間をきちっと設けるなどです、やっぱり換気を、できる工夫というのが、できる、あり得る。でちょっと細かい話になったんですけど、その今回の店っていうのはドアを開けてはいなかったというのでしょうか。どのくらいの頻度で開けるようにしたかは分かりませんが、で、換気が不十分であったと、これは感染の実態があったということを踏まえますと、やはり開け方としては不十分であったのではないかと推察されます。対策が不十分だったというところもありますし、こういう店ですとしてもお客さんのマスクを外したり、あるいは声を大きくしなったりとかというので感染リスクを減らすことだと思うんですけれども、そういったやはり利用する側もですね、気をつけなければいけないと思うんですけれども、その辺これからまた忘年会のシーズンとか始まっていくので、そういう
利用する側も、こういうふうに特定しているところで地域の思いと考えるそうですね、まあ、これはあのお店の方でもですね、お客さんの行動なりですね、その配置についてまずいろいろな配慮をすることもあります。例えばこのお客さん同士が席を空けるとかですね、いうことですとか、あのきちんと消毒を行うですとか、あるいはそのマスク もですね、例えば飲食していないときはしっかりつけて会話をするときにはですね、マスクをそこではつけて行うということもあろうと思います。基本的にはその飛沫がですね、こう飛び交うようなこと、それにこう触れるようなことがないようにするということが重要だと思いますので、距離を取ったり、会話をしないときにはマスクをしたり、飲食をしないときにはマスクをしてですね、会話をするですとか、まめに消毒をするですとか、そうした基本的な対応が必要だろうと思います。冬になってどんどん寒くなってきて、換気を今まで夏の間は積極的にしてたけど、ちょっとしなくなるような可能性が出てくるかもしれないんですけれども、まあ、そこの取り組み宣言点の中にもその換気を十分にやっているところっていうその項目がありますけれども、例えば県の方で、しっかりこう換気を行っている人とかチェックをするとかですね、対応何かお考えになっている部分があるでしょうか。現実に一軒一軒を回ってチェックするということはですね、理想ではありますけれども、まあ、人的な要因とかですね、まあ、お店の当然それは見れるだけの数は圧倒的な数がありますからですね、対応できませんので、まあ、そこはそれぞれにこうした形で宣言をしてもらいですね、自分たちの方でこうやりますよということをまず外に明らかにすることによってですね、それやっぱりこれ見た人はですね、お店を使った時にちゃんと換気してるかどうかっていう、このやられている項目がですね、示されている項目が守られているかどうかというところは当然そういう視点を持って見られますので、そうしたところで、まあ、チェックといいますかですね、お店の方でもしっかりやらなければいけないという、まあ、インセンティブが働くんだろうというふうに思っておりますし、まあ、また今回も、まあ、今日も私もですね、直接出て改めて取り組みをですね、各お店の方にはお願いをしたいと思います。特に先ほどありますようにですね、この10月から増えて徐々に増えてきていますので、傾向的には明らかにだんだん右に上がっていってるわけですよね。で、やっぱ全国で増えてくると、これまでの経験上もそうですけれども、山口県も感染が増えてくるという傾向があります。そうしますと、やっぱりこれから寒くなってきますけれども、改めて感染防止対策、少し県内の感染がこのところ落ち着いてきていましたので、意識が少し緩みがちになっているところがあるかもしれませんけれども、改めてですね、これから感染がまた全国的に増えるかもしれない、リスクが高まるということをですね、意識をして、これまで以上に改めて気を引き締めて、感染防止対策それぞれの皆さんに徹底していただきたいと思います。お帰りよろしいでしょうか。それでは以上で終了いたします。